っと右。大丈夫。池までは行かない。大丈夫です。山の向こうにあると思う。あずちゃんのゴルフを始めたきっかけは何ですか？会社のコンペがあるんですけど、始めたばかりの新人の人がもらえる新人賞がグアムの旅行券だったんですよ。それでグアム行きたいなと思って上司にも勧められて始めました。行けたんですか？なんか新人賞取れたんですよ、取れたんですけど、なんか私の年タイだったんですよ、だからタイに行ってきました。タイにいたのね。タイにゴルフ旅行、でも海外には行けたね。はい、行ってきました。羨ましい。お、4番ウッドめっちゃいいね。4番が合ってくれてよかった。やったハザード入れないように。ハザード青いとこです。そうです。あ、はい、うまい。超えた。ダフってしまいました。ちょっと下がね、緩かったね。ナイスリカバーでしたね。はい、ありがとうございます。イメージは？イメージは、できれば2段グリーン登りたいです。うん、OK。ナイス2段グリーン登ったんじゃない？ナイスー、ありました。何点ぐらい？60点ぐらい、はい、ちょっと思ったよりも右だったって感じ。思ったよりもちょっと右向いちゃってたかもしれないです。はい、自分に厳しいですね。はい。厳しめる。おっ、こっち乗ったよ。乗った乗った乗った。今日はアプローチがゼフ調ですか？ゼフ調ですね。アプローチ好きなのにね。一番好きなんですけど、今日仲悪いです。仲悪いっす。仲悪い。うまい。ヘリちゃんうまい。やっぱ入るよ。惜しい。ナイス。うまい。アプローチいいですね。じゃん。オッケー。二人はインスタグラムやってるじゃないですか。はい、やってます。結構ゴルフの投稿も多めですよね。はい、ゴルフがほとんどだよね。ほとんど。私もともと普通に趣味アカウントだったんで、ゴルフじゃないのも載せてます。焼肉とか。焼肉とかね。お肉好きなんだよね。焼肉が好きで。ゴルフの投稿するときに気をつけてることとかってありますか？動画はみんな見飽きないように、長くならないように短く、はい、編集をして15秒以内とか。おそんなずっと見たくないし、多分私のスイングまだ下手くそなので。そんなことない。多分素振りとかをいらない、たまにカットして。えりちゃんは何か気をつけてる？私もでも編その短くして、写真とかは？写真で気をつけてることとかある？写真もなんかできるだけ横で合わせるとか。あ、私も横長のが多いです、へー。自分が見やすいので、縦だと画面いっぱいじゃないですか。画面いっぱい。横だと字と一緒に見れるから、おー、そっちの方がいいかなって勝手に思ってます。へー、面白いね。
人がよく行くゴルフ場はどこですか？屋上ですか？ん？ゴルフ場。あ、ゴルフ場。ゴルフ場は。やばいな。屋上どこ？何も行かないです。やばいな。ちょっとよくあの立ち入り禁止みたいなところ開けて入っていってますかみたいな。平成。いそう。開けたらいそう。開けたらアズですって。やばい、違う話になって思ってしまった。じゃあ屋上じゃなくて、はい、2人がよく行くゴルフ場はどこですか？よく行くところどこだ？あんまりなんか私は固定してないかもしれないです。もうバラバラ？県もバラバラ？千葉も行けば、茨城も行くしみたいな。でも多いのは、茨城です。割とね。私は目黒ゴルフに。行きます。メグロゴルフ。メグロゴルフはゴルフ場じゃないけどね。メグロゴルフにあのブリーフィングでてりまめさんから買った練習ケースを背負って歩いていきます。なるほどね。ゴルフは週にどれぐらい行くの？週に1回も行かないですね。行かない。月に2回、2、3回。二人とも同じぐらいかな。です。練習は週1回は行くんです。最近行ってないです。最近はちょっと忙しくて。そうなんですよね。忙しくないんですけど、行ってないので行きます。はい。はい。そうですね。やっぱちょっと開けるとわけわかんなくなっちゃうからね、ゴルフは結構。そう思うと練習。ちゃんと行った方が。行った方がね、はい、コースに行った時も、はい、あの練習のあれみたいな、はい、あの練習したやつを出したいみたいになるし。最近、まあ、最近っていうか練習場で何の練習をよく最近はやりますか？まあ、最近行ってないにしたら、まあ、よくやる練習？1ヶ月前とかは行ってた時は、アプローチの練習を、アプローチが安定してからスコアがまとまったので、苦手にならないように今でも練習します。じゃあちょっと一回打ってからまた来ます。はい、目合っちゃった、目合っちゃった。見なければ分かんなかったのに、なんか目合っちゃった。ロンマイ、ロンマイ、頑張れ。番組史上2人目になります。空振りをしたのは。うわー、出たけど大きい。結構大きかった。止まった。うまい。ナイス。来た。
ない出来事です。すごい空振りを挽回挽回